いた。まだ残ってたら一緒に帰ろうと思って何回もかけたのにちっとも出ないんだもん。着信履歴見てみ。はあ？なんで？それじゃ携帯の意味ないじゃん。そうだけど、そんなの守ってる子いないよ。せっかく番号教えてもらったのに、これじゃ意味なしだよ。さっきあんちゃんから聞いた。メアドも送ってもらったから、これからバンバンメールするね。じゃあ帰ろっか。どうだった？転校初日は。それは言えてるかも。みんなやりたいことがあって来てるからね。入りたい部活は見つかった？うち運動部はあんまり盛んじゃないから、葵には物足りないかもね。私はロボット部。ロボット作ってコンクールに出るの。葵だったらいつでも大歓迎だよ。それじゃあ、私こっちだから。ああ、引っ越したんだ。風見商店街が再開発でなくなったのを知らないの？でっかいショッピングモールができたの。うちの店もそこに入ってるんだよ。また休みの日にでも案内してあげるよ。じゃ、また明日ねー。何？いいっていいって。今度パフェでもおごってくれたらそれで十分。
私も葵が見た目以外変わってなくてよかった。あ、見た目もそんなに悪くないよ。極秘情報をリークするとね、今日だけでいろんな子から葵の携帯番号を聞かれたし。訂正。スケベになったね、葵。まあ、健全な男子である証拠か。しばらく会わないうちに、大人になっちゃったんだね。だね。おかえりなさい、葵。また明日からよろしくな、アイポー。あと、あと。あいつがいないか見てきて。ほら、あいつよ。あの意地悪な男子。
わわ。わあ。やるわよ、ついに。ガガッ。
か。やっぱり意地悪だ。風邪ひいてるの。私はあなたを寮母と認めた覚えはないわ。大体男なのに寮母っておかしいじゃない。あなたには関係ない。だから私はあなたを寮母だなんて。だからお礼言ったでしょ。この私がお礼言うなんてすごく珍しいことなんだから。本当よ、オオサンショウウオくらい希少なのよ。逆に感謝してほしいくらいだわ。でも私こんなだから何もできない。アイス食べる？高いやつよ。ガガ。
わかるけど、わかりたくない。わかるわけにはいかないの。顔洗ってくるの。アイスで口の周りがベタベタするから。元気出しなって、葵くん。ちゃんと美味しかったよ。お腹空いてんだね。葵くん、なんか食べるものある？それでいいよ。んーよ、誰のペットでもないよ。私がここに来る前から住み着いてたの。誰がいつどうして持ち込んだのかは不明。だから、ハット先輩。それが違うんだって。いつの間にかいたって言ってたよ。だから、ペットっていうより同居してる感じかな。さてと、ひとっ風呂浴びるかな。なんでよ。いいじゃん、夏なんだし。ケチ。
あと邪魔よ。ガガ。ね、髪見なかった？髪は髪よ。本当に見てない？おはようございます。本当に寮母さんやってるんだ。ここってさ、魔女の館だよね。うちの学生寮だったんだ。いいなあ、私も住みたいかも。だってさ、葵と一緒だったら絶対楽しいもんね。そうだった、ハバネさんを誘いに来たの。ビューチーさん、そっか、じゃあ待たせてもらおっかな。ごちそうさま。悪いけど朝からこんないっぱい食べれないって。
運動部の子でも朝からこんな山盛りのナポリタン食べないよ。美味しかったよ。うん、ほんと。量が多いから途中で飽きてきたけど。あんたの味覚って昔っから大雑把よね。なんでそんなショック受けてんの？朝から生姜焼きとかナポリタンとか、果てしなく女子受けしなさそうなメニューね。もっとこう爽やかなのはないの？パスタにしてもトマトソース系とか和風にするとかさ。私が、さあたらふく食って太りなさい。そのうち私があんたを食べてやるんだから。かかCM で見たことある。ハバネさんが飼ってるの？私の部屋に勝手に住み着いてるだけよ。あなたここで何してるの？ハバネさん最近ずっと休んでるから様子を見に来たんだ。体調はもういいの？先生にでも頼まれたのかしら？そういうんじゃないけど、ねえ、一緒に学校行かない？誰があんたなんかと。でも、あんまり休むと、授業とか遅れちゃうし。あなたには関係ないでしょ？そうなんだけどね。そうだよね。ごめん。誰も、今日休むなんて言ってないじゃない。え？勘違いしないでね。あなたに言われたから行くわけじゃないのよ。ふう！じゃあ、待ってるね。誰があなたと一緒に行くって言ったのよ。私は一人で登校します。
なたたち、知り合いなの？バカみたい。まあね、ハバネさんって足が不自由でしょ。2年で一緒のクラスになった時、そのせいで浮いてるような感じしたから。時々話しかけるようにしてたんだ。けど、ハバネさんはあの調子で、ツッケンドンっていうか、馴染む気がないみたいなんだよね。そんな私とハバネさんのこと見てたクラスの子らが、ついに怒っちゃって、ハバネさんに物申したのが始まり。クラスの女子 VS、ハバネさんの大喧嘩になっちゃって、そういうこと。いやー、あの時のハバネさんすごかったよ。クラスの女子全員を向こうに回して、全然負けてなかったね。なんでハバネさん、うちの学校に来たんだろう。だって、授業も全然楽しそうじゃないし、友達も作ろうとしないし。ああ。なんかしてあげられることないかな。
ほほう、さすがお目が高い。あの人は、うちの学校の超有名人にして、超留年生。望月天音先輩よ。そう。もう何年も留年してるんだって。どっちかっていうと、天才？成績トップとかそういう次元じゃなくて、先生ももう教えることは何もないっていうか、たまに教えてもらいに行ってるとかなんとか。それなのになぜか卒業せず学校に居座ってるの。計画的に単位を落としてわざと留年してるんだって。本来規則で認められているよりも余分に留年してるから超留年生。けど珍しいなぁ、朝の通学路で見かけるなんて。行こう。遅くなりました。ハバネ、もう体調の方はいいのか？はい、おかげさまで。そうか、心配してたんだぞ。私は動物園の動物じゃないわ。
聞く。大丈夫。すまない。荷物で前が見えなくて。君こそどこも怪我はないか？そうか、よかった。よっと。ああ、お腹が。空腹による一時的なパフォーマンスの低下が著しい。いいんだ、自分で運べるから。ありがとう。